アキラさんがまだまだ遠い存在でも、私は決して足を止めません。いつか必ずその場所までたどり着いてみせます。ええ、おかげで私の理想にぐっと近づけました。ルイさん、今日は本当にありがとうございました。ん？こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。あ、はい、お互い頑張りましょう。それでは失礼いたします。よし、これでお礼の電話はすべて終了。あとはメイファン。あ、すみません、うるさかったですか？いや、そうではない。今の電話は盾の剣か？あ、ご存知だったんですか？ミチルから聞いた。ロイヤルリテイナーのため各校を回り、盾の稽古をつけてもらう計画を立てていたそうだな。はい、臨命館女学校の他に青少音楽学園とフロンティア芸術学校、3校を訪問させていただきました。やはりお前が演じるフー・カジーのモデルである忠臣蔵のフア・カズエモンを体現するためか？はい、宿敵キラの屋敷へ打ち入る際に最も奮闘したと言われた存在ですから。防具は切り裂かれ、刀の刃もこぼれてささらのようになった。その戦闘シーンを表現できるよう、厳しい稽古の中に自ら身を置くべきだと考えました。その狙いは実現したか？皆さん実力者ですから、奮戦と呼んでも差し支えない取り組みになりました。ですが皆さん忙しくて、今週末しか予定が空いていないとのことで、1日で3校を回ることになったんです。一人一人とじっくり立ち会えなかったのは少し残念でしたね。確かにそのスケジュールでは時間に限りもあるだろうな。はい、盾の勉強にはなりましたし、十分な手応えも感じられたんですが、フワ・カズエモンのエピソードを再現するというところまでは自分を追い込めませんでした。実はそのことについてアキラさんに相談したいことがあるんですが。長時間の盾の稽古の相手か？あ、はい、時間の取れる日を作っていただき、丸一日盾の稽古に付き合ってもらえないでしょうか。貴重なお時間をいただくことになってしまいますが、どうか検討していただけませんか？一日を費やしての盾か、私にとっても未知の領域だ。面白い。じゃあ明後日の休日を返上する。構わないな？もちろんです、ありがとうございます。お前の望み通り、時間の制限は設けない。こちらのスケジュールについても一切気にするな。はい。体力の限界まで立ち会い続けることで刃こぼれするほどの奮戦をイメージし、フワ・カズエモン、いや、フー・カジーにふさわしい盾をつかめ。任せてください、ありがとうございます。アキラさん、改めて本日はよろしくお願いいたします。遠慮はしません、本気で行きます。無論だ、ありし日のフワ・カズエモンを超えるつもりで来い。はい、まずは序幕の模擬演習のシーンから始めます。準備はできている、お前のタイミングで始めろ。はい。はあ。はっ。よっ。はっ。アキラさんの鍛えられた体幹と脚力、それらが生み出す無駄のない足さばきと見栄えする動作、それに負けないよう見せる盾を披露できなければ、カズエモンを超えるなど夢のまた夢。
よし、ここからは演技も織り交ぜる。エチュード、クラウスとフーの剣術稽古、始めろ。はい、クラウス殿、ようやく捕まえたぞ。今日こそは自分の剣術稽古に付き合ってもらう。やれやれ、相変わらずの熱血感だな。お手柔らかに頼むよ、フー。いいや、鬼将尉と呼ばれ恐れられる者として手加減は一切しない。覚悟してもらおう。ならこちらから行かせてもらおうか。舌を噛むなよ、フー。はぁ、そう来なくては。よっせい。どうした、鬼将尉とはそんなものかい。まだまだ。防具は切り裂かれ、刀の刃もこぼれてささらのように。だが刀が折れぬ限り、いや折れようとも拳がある限り、たとえこの身がささらのようになろうと、自分は己の正義を貫く。自分はフー・カズイ、第47特殊両兵班の鬼将。すみません。お前が盾でふらつくのを見たのは初めてだ。フーは和右衛門に勝るとも劣らない、いい気迫だった。勝るとも劣らない、はあ。しゃがみ込む姿もまた珍しい。自分の手を見てみろ。え？あ、模造刀の跡と豆が。お前の情熱がフーは和右衛門に、フー和井に届いた証だ。たとえこの身がささらのようになろうと、自分は己の正義を貫く。その言葉を忘れるな。アキラさん、今日は本当にありがとうございました。おかげで刃こぼれするほどの風船をイメージすることができました。今日はフー・カジーの神髄を見せてもらった。さらに磨き上げ、舞台で披露しろ。はい、必ずやアキラさんのご期待に。すみません。そろそろ限界のようだな。明日に響かぬようしっかり眠れ。私もそうする。はい、おやすみなさい。まぶたが重い。気を抜いたらここで眠ってしまいそう。対してアキラさんはどこまでも凛としていた。また違いを見せつけられてしまいましたね。やはりアキラさんは私の理想の舞台少女です。だからこそ誰よりも負けたくない。追い越したい。フア・カズエモンにとっての主君、浅野匠の神であり宿敵吉良光介之助でもある。それが私にとっての幸代アキラ。使えるべき王でありながら倒すべき存在でもある。この憧れ、そして悔しさすら、フー・カズイの演技に生かしてみせる。必ず私が演じるフー・カズイの元となったフワ・カズエモンは、作品によってさまざまな描かれ方をされているんです。涙もろい熱血感であったり、暴走しがちな仲間を抑える役回りであったり、冷酷な人斬りであったり、さまざまな和右衛門に触れて私の演じるべきフー・カズイが理解できました。期待していてください。クラウス殿。いやいや待て、よく考えてみろ。
仇討ちなど口にしただけで何の罪に問われるやら。となればそりゃおとなしくしておくのが正解ではないか。クラウス殿、いや、クラウス・ウォード、貴様それでも軍人か。情けないにも程があるぞ。ここでフーはクラウスを殴り、驚いたホリーに羽交い締めにされる。な、フー何をしている。話せホリー。このふぬけのエセ軍人にはもう辛抱なら。これ以上やればそれこそ軍法会議にかけられるぞ。話せ、話さぬか。いかがでしたか、アキラさん。フーの怒りはよく表現できていた。だが、クラウスに対する感情だけが目立ちすぎているか。上官アーサーの死を悼み、心の底から湧き上がる悔しさや、時期になるほどのやるせなさを感じさせるべきだろう。悔しさとやるせなさですか。いっそ泣いてしまった方が風らしいのではないかと思う。泣くほどですか。それはやりすぎではないでしょうか。ほう、なぜそう思う。アキラさんの言おうとしていることはわかりますが、風には終幕にも号泣するシーンがあります。ここでも泣いてしまっては最後の涙が軽くならないでしょうか。なるほど、フはカズエモンへのイメージの相違か。お前は忠臣蔵を一から学んでいたな。歌舞伎の奏本忠臣蔵は確認したか。はい、何度も読み返しています。古い映画も参考になるとのことでしたので、今度ミチルさんと一緒におすすめのものを鑑賞する予定です。そうか、映画を見た後ではフア・カズエモンの印象が変わるかもしれんね。映画での彼は涙もろい人物として描かれることが多く、フア・カズエモンといえば泣き男というイメージが根強い。あ、知りませんでした。それでイメージの相違が起こっていたんですね。ミチルと共に見るのであれば、フア・カズエモンに泣き男というイメージを定着させたタイトルもラインナップに入っているだろう。奏本忠臣蔵のフア・カズエモンは情熱的なところはあれど、そこまで感情を爆発させるほどではなかったので意外ですね。忠臣蔵にて飾られる主の仇討ちを決行する47人、その中でもフア・カズエモンは描写の違いが顕著な人物だ。そもそも史実でのフア・カズエモンは、主の浅野匠守が人情事件に及んでいた時、藩を追放されて浪人をやっていた。追放？なぜそんなことになったのですか？家来を切ったからだ。なんと、確かに映画、歌舞伎、史実と三者三様ですね。史実のフア・カズエモンは浅野匠守に可愛がられており、追放という形で死罪を免れたという逸話もある。フーが上官であるアーサーに恩義を感じて慕っているのもそのオマージュかもしれないな。忠臣蔵は様々な解釈や描写が生まれるほど長くこの国で愛されてきた作品なのですね。となれば、まずは史実も含めた全ての媒体のカズエモンに触れて、その描写を見比べてみるところからやり直そうと思います。そうするといい。だが、クオン先生がお前の演技をよく見て当て書きしていることも忘れるな。
可能な限り全てのフワカズエモンを見た上で、お前の演じるフウカズエに最も合うと思うものを選び取るがいい。はい、忠臣蔵をエーデルが演じるのではなく、エーデルが演じるべき忠臣蔵がロイヤルリテイナーなんですね。それが分かったなら、こんなところでのんきにしている時間はないはずだ。はい、では映画を見る前に史実の数右衛門を研究しに図書館に行ってきます。ご助言ありがとうございました。そういうところもクオン先生には見抜かれていたのかもしれないな。